遊戯王大好きなの。もう幼稚園の時からやってて、もう小学校も6年間ずっとやってたし、で中2の最初ら辺、まあゼアルのインゼクターが出たぐらいまでやってて、でもそっから結構やらなくなっちゃって、でも最近ね、はじめ社長とかモルさんもなんか遊戯王始めてて、なんかいいなーって思って俺もまた始めたんですけど、デュエルディスクも買っちゃいました。いや、かっこいいわ、マジで。遊戯王のアニメの中で何が一番かっこいいかっていうのはやっぱ 5Ds、 5Ds マジかっこいい。バイクに乗りながらデュエルするんだよ、やべえよ。今回ね、その 5Ds のバイク D ホイールを作りたいと思う。俺の通学でいつも使ってるマイサイクリングを郵政のモデルの D ホイールに改造したいと思う。段ボールも大量にね、近所の八百屋さんからもらってきたんで、準備バッチシってことでやっていこう。できました。背もたれだけはつらい。いただきます。次はこの帽子を軸にね、ヘルメットを作りたいと思います。テンガ頑張った方だよ、これすごいでかいけどさ、褒めてくれよ。褒めてくれよ、もう、3時半なんだよ。限界だよ。ってことで、寝ます。はい。2日目です。もうね、だいたい終わったから。あともう組み立てれば、もういっかな。できた。あとはこのね、問題の背もたれをつけれるかつけれないかですね。はい、やっとできました。昨日のね、3時からやってるからね、今3時だから24時間かかってできました。やっぱりね、もう背もたれをどうつけるか考えずに最初作っちゃって、今なんとか乗っかってる状態なんで、で、わかるかな、あそこがね弱いから支柱をつけたんだけど、リコーダーを使ってるっていうね。それじゃあちょっくらライティングデールしてきます。カーボシンクロ通常召喚。レベル5ジャンクウォーリアーに、レベル3ジャンクシンクロンをチューニング。集いし願いが新たに輝く星となる、光さす道となれ、シンクロ召喚。
飛翔せよスターダストドラゴン。あ、ビブバック。